システキファルスは、約2億4900万から2億4750万年、前の古生代ペルム期後期に繁栄した、結挙性、単弓類。単弓密な重弓目以外木で生きのどんしために、属する。全長約35センチメートルと、猫より小さいサイズ。おそらく現代のモグラのように地中で生活していたと、される。 やや前の時代から生息していたリークトドンに比べて、より地下での生活に適応している。その体は、イタチのように細長く、また頭骨は、幅が広がると同時に前後に短く、くそびがたなっている。この結果、力のドン類としては珍しく眼下は正面を向いていた。この頭蓋の変形は、穴を掘るときに頭蓋にかかる応力を分散するための適応であるとされる。 全死は頑丈で強力であった。おそらく地中で、昆虫や他の無脊椎動物などを捕食していたと推定されている。ゴンドワナ大陸のカルーボンチなどに生息していた。この生物の化石が出土する、ペルム気候機、タタール紀前半の地層は、その名をとって、システケファルスタイと呼ばれている。他には、ザンビアやインドなどから出土している。また、タンザニアからは禁煙の属。 コインガソリスが発見されている。ありがとうございます。